らったね。よっしゃ。やっ。来てみろな。やらったったね。やっ。ザクネル。やっ。いやさ。ね細くったね。さあ、てめえこの野郎、やっぱ、いやしゃ、いやしゃった、この野郎、やっ、てめえこの野郎、席で、やっ、ここが違うんだ。決勝だ。二人で決勝行きましょう。決勝だ、はい、文句ねえだろうな。兄貴のおかげで次の伊佐美戦自分を自信つけました。おありがとうございます。おい行ったれよ。はい、よっしゃお願いします。おい行けばよっしゃ行きますよ。おい僕の決勝だ、はいはあ、武田正治
伊藤隆二。最後ワンツースリー肩ついてたの誰だおい。ああ伊藤隆二だろおい。いやー気持ちいいね。おい今までよ大事祖先星野勘九郎、はあ、そして高橋関根ってやってきて、はあ、正直消化試合であんなんよ。一試合負けたけど、おう今日はよメイン食うつもりでやってやってよ。その結果あいつから3つ、はあ、おめえらおい特に大日本よ、はあ、もう俺を下で使うなこの野郎。ああ大日本のトップ行ってんの誰だよ。武田私だよ。ああ今日証明してやったよ。まあ分かるとお前ら。ああ気持ちいいね。ああでもこれがゴールじゃない。ゴールじゃねえ。こっからスタートで。ああ別にもうああ憧れて大日本に憧れてこの業界入ってチャレンジしてます。ああデスマッチの申請ですね。そんなんもう飽きたんだよ。こっちはもう命がけで毎日やってんだ。おう、はあ、今日はとりあえず楽しすぎるね。
ああいうデスマッチ、俺が求めてるもの。今日はちょっと伊藤隆二をそういう世界にちょこっとだけでも引き込めたかもしんないけど、まああいつには借りがまだまだあるから、何回でもシングルやって、そして毎回俺がぶっ潰して立場逆転させてやるから、見くびんじゃねえよ。星野も6点。いやもう、いやあんまり、他人頼みというのはやりたくはないですけども、もはや、この後、直接対決で勝ってる星野がこけることを祈るしかないですね。ちょっと厳しいですけども、残り1戦、必ず取りこぼさないようにして、最後の星野の運にかけたいと思います。